はい、皆さん、毎度毎度。カットの所要時間はね、粗切りが数分、仕上げに15分。こんな感じかな。粗切りといってもね、まあ、そこからさらに切っても1センチ程度の、かなり正確な長さまで切り込んどいて、毛量調整するならしてね、そして毛先のシャギー感もある程度出してしまう。10% セニングでも、チョップカットでもいいからね。で、それで数分、まあ、できれば5分以下で終わらしたいよね。で、仕上げにはね、ゆっくり10分でも15分でもかけてよいと、毛先のね、もうちょっとしたシャギーとかね、チョップカットとかね、まあ、その辺はもうのんべんたられていいと思うんだ。お客さんもね、まあ、ゆっくり仕上げした方が、まあ、安心できるよね。そのぐらいのペース配分じゃないと、仕上げがね、疲れんのよ。結構仕上げってハサミ仕事でしょ？で、人のものを切ってるわけだから、結構ね、メンタルがすり減るんだよね。で、そんでさ、仕上げ終わってから3センチ切ってくれなんつったら、もう料金倍だね。次のまあ実際そういうことはできないけどね。まあそんな感じだよね。で、あと粗切りね、数分で終わらせるのはね、やっぱり 10% 1丁だとちょっと厳しいところあるよね。20% 2丁持ってた方がいいかね。やっぱりね、ゆっくりやって早く終わるっつうの。だから若い男性の方なんかね、10% セニングでね、もううちがほら 10%、10% ってやってると、まあ影響されてね、10% 買ってね、で 10% とにかく仕事が遅いからね、その仕事の遅さをね、若い男性美容師さんなんかね、とにかく手を早く動かす、かなり早く動かしてると思うんでね、それってやっぱりね、お客様的に印象が悪いと思うんだよ。あと男ってさ、そうやって体をさ、本気で動かしてると、結構それだけでストレス発散になってんだよね。でもそれはちょっと違うだろうと。自分も若い時はそうだったけど。やっぱりね、刃物仕事だかんね。同じ刃物仕事でも魚3枚におろしてるわけじゃねえかんね。次から次ね。まあ、1000円カットはそういうんでいいけどね。魚さばくみてんでさ。体を早く動かしてね。まあ、仕事の遅さをカバーする。で、ストレス発散する。それでもね、やっぱり体を早く動かすってことはさ、ある程度は狙ってやってるわけでしょ。結構神経使ってんだよ。メンタル使ってんだよ。で、10% セニングで前頭さ、500回もさ、セニングした後、へーって疲れんでしょ。ね。だったら 20% セニング2丁にして、ゆっくり正確にカツカツカツとね、まあお客様の呼吸に合わせてね、ある程度ね、手が抜けるとこは手を抜いてやった方がいいのではないかと。やっぱりね、メンタルが疲れると最後の仕上げがね、どうでもよくなっちゃうのよ。カットはね、やっぱり後半、最後の仕上げが本勝負だからね。男性と女性じゃ違うんで、やっぱり女性の方がね、集中力維持しやすいかな。っていうのは、やっぱり女性はある程度の力しか出さないで、ある程度のペースでさ、仕事を淡々とやっていくっていうタイプが多いと思うんだよね。だからね、最後の方になってもそれほど疲れない。ただ、女の人はね、綺麗にやろうと思いすぎてね、頑張りすぎて切りすぎっていうのあるから、ちょっと注意だね。男はね、やっぱりね、パワーっていうの？力押し。ね、体早く動かしちゃう。だからね、意外とね、筋肉疲労を起こして、へーってすんだよね。20分もなんか仕事してるとね、へーってんでさ。で、それで、そっから仕上げするったってさ、もうちょっとお顔周り、レイヤー入れてたとこ言うと、まだ入れんのみたいにね。そうならないためにも、粗切りってのはある程度早くやってね、余力はね、最後に取っておくと。だから、本当にカット30分だったら、もう、本当に粗切りってのはね、7、8分で終わらせたいよね。それでも遅いぐらいだよ。残りの20何分は、もう本当に、仕上げのため。だ途中ドライヤーで乾かしてね、気分転換ってのはあるかもしれないけどね、そのドライヤーもね、あんまり頑張りすぎないこと。ドライカットだったら本当にスケルトンかなんか軽いブラシでね、まっすぐにする程度でいいと思うんだよね。あんまり、ロールブラシでこねて巻いてさ、まあ、そんなことやったらドライカットできないけどね。まあ、カットね、特にセニングは時間かかるからね。まあ、手抜けるところはね、手抜いて、どうでもいいところは本当に手かけないようにして、で、やっぱり仕上げに全てをかけないとね、いいカットっていうのはできないね。あんまり演出積んでね、肩に力が入るような演出カットってのはあんましない方がいいよね。最後の仕上げでちょっとやる分にはいいけどな。まあ、自分も若い頃はよくやったからね。はい、お疲れ様でした。